オルカ、鴨川 FC は、千葉県鴨川市を中心に活動する女子、サッカークラブチームである。2016年度より、日本女子、サッカーリーグに所属している。2014年1月、千葉県鴨川市に拠点を置く、医療法人鉄紹介カメラメディカルセンターが、設立母体となり創設された。同院のスポーツ医学科に所属する。 大内医師が地域にホームチームがないのを問題視し、鴨川市サッカー協会の山田市と鴨川市、亀田メディカルセンターへ働きかけた。元なでしこジャパンの北本彩子が選手権監督として就任し、なでしこリーグ経験者6人を含む17人の選手でチームがスタート。2014年シーズンは千葉県上子、サッカーリーグ2部で2位となったが、一部リーグの 参加チーム数増加に伴い一部リーグへ昇格した。2015年は当初の目標の通り一部リーグで優勝。関東女子サッカー選手権大会では2回戦で、筑波大学女子サッカー部に敗れ広報杯への出場はならなかったが、同年度チャレンジリーグ入れ替え戦予選大会への参加申請が審査の結果認められ、同大会へ出場。 第一戦のディオス・サイズも FC には三対一、セレッソ大半海ガールズに四対二、イナック、コーベレオンチーナに六対零でいずれも勝利し、入れ替え戦出場権を獲得した。入れ替え戦では、チャレンジリーグウエスト六位のマシキルネサンス、熊本フットボールクラブと対戦。ホームでの第一戦は零から一、アウェーでの第二戦は一から二の合計二から二だったが、アウェーゴールルールで破り、 発足2年目でのチャレンジリーグ昇格を果たした。2016年、チャレンジリーグイーストで優勝し順位決定プレイオフに進出。プレイオフでは参戦全勝で1位となり、なでしこリーグ2部への昇格を決めた。また、育成チーム、オルカ、カモガワ BU もこの年に設立している。2020年、ウィーリーグ創設に伴う日本女子、サッカーリーグの再編により、 2021年シーズンから、なでしこリーグ一部へ昇格が決定した。スタッフ選手スタッフ選手備考覧にのついた選手は、国際武道大学在学中の選手1から10、11から、20、21から30、31から40、41から50、51。ありがとうございます。